こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は買取サイトの失敗例ですね。なかなか直接指導している人の例だとですね、失敗例とか成功例出せないんですけど、私が、個人的にですね、ワインの買取を頼んだら、まさにこれは典型的な失敗というか、どういう、つもりで送ってきたのか、意味不明というね、買取の事例があったんでお伝えします。まず、ワインがね、何本かありまして、それの買い取り価格を出してもらいました。でね、実はこのグルアブ・ポムロムっていうのがね、安いワインで、オザンナが結構高いワインなんでですね、この値段逆転してませんかねということで質問したところですね、間違えてました、ありがとうございますというので、入れ替えるだけじゃなく、さらにオザンナを値下げして送り直してくれたと。で、実はね、この中の、一番目玉というかね、高く売れるこのペトリウスというワインを売りますと言って連絡したんですけど、当然ね、間違い指摘してやり直してきたら、値段が下がってると。ってことは、実際に送ればまた難癖つけて、値段が下がるだろうと、想像させるというか、きっとそうなんだと思うんですけど、そうなるであろうことは、想像に難くないというか、普通に考えたらそういうふうに思いますよね。だからこの初めに出した査定から、なんかすぐコロッと話が変わるとか、言ってた話と全然違うというやり取りをすると、もう売る売らないじゃなくてね、もうとにかく返せとお宅に売らんということになりますんで、買取サイトを作るにあたって、集客で言ったことと、初めに接触した時に言ったこととですね、途中のやり取りで矛盾のないように、で、もしもね、値段が変わってきたとしても、わけのわかんないことを言っていきなり下げたりせずにですね、正直に理由を言って下げるとか、納得しそうな理由を言って下げるとかいう形でやり取りすることが必要です。そういうのやり取りの勘どころなんかもですね、ご相談していただければサポートしますんで、買取サイトを作りたい方はご相談ください。仕入れで買取サイトを作った方は結構うまくいってます。もうこれはね、当たり前ですね。ライバルは少ないと。やった方がいいですよと言っても、なかなかやる方いないぐらいなんで、ライバルも少ない。で、作ろうと思ったところでですね、こういう集客方法で連絡あったらこういうやり取りをしてくださいというところまでサポートしてる人はいませんので、なかなかうまくいかないと。そこ行くと、転売アカデミーはですね、こういうふうに、自分でも買取サイトを使ったり、あるいは買取サイトのね、運営なんかもサポートしてますんで、相談していただければ、きちんといいお客さんからいい品物が安く買えるというサイト運営ができます。今日はワインでね、もう典型的な実例というか、何考えてるのかなと、せっかくね、儲かるワインを売りますよと言ってるのに、決してここと取引することはもうないだろうという形でですね、感じた事例がありましたんで、一つ、シェアさせていただきました。買取サイト運営おすすめです。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。